撮影だって撮影です。お願いします。やばい、めっちゃ多い人数、緊張しちゃう。レコーディングっていうか、曲を2人でやるのも初めてだし、うん、MV 撮るのも初めてだから、しかもこういうジャンル、普段やっぱダンスボーカル結構ダンスメインが多いから、こんななんかラップっぽいのとかボカロっぽい曲をやることもないから、全部が新鮮です。だからすっごい緊張しちゃう、なんか、はい、ちょっとかみそうになっちゃったラップなんか緊張しちゃう。はい、どうですか、ラッパータックは最高ですね、うちの子は本当にもうだいぶ仕上がってますよ。ずっとラップやりたがって、ラッパータックやりたがってたから。あ、そうなんですね。そう、ラッパータキっていう気持ちでウェイウェイワシャイワシャイって感じラップ普段あんま聞かないので、なんかダンスの雰囲気の方のラップがイメージっていう感じですよね。でも空気感がめっちゃなんかおしゃれから、どうなるかどうか超気になります。え、この後ろ何あるんですか？え、何も出てこないですよね。ひなこれ見た？すごい。今回のダンスは今までフェイキと全然違うダンスだったから、新しかった、なんか手振りとかが多くて、けど、まあ、今回そのカットカット部分部分としては撮ってるから、覚えるの難しくなかったけど、動きなんかちっちゃい動きがなんか超苦手だった。もう何回もできなくて、このこれ先生たちが教えてくれて、こうスムーズにできました。一個多かった一個多かった、ごめんなさい。なんで行こう今なんで行こう今、まあ、確かに今タキちゃん1個多かったけど、いや本当ですよね。これはブラックゴーストの、ティーザーです、はい、ちょっと暗めな空気感で、はい、ちょっと練習なので、どうだい、どうだいってやばいよね自分では説明しない。説明しない
なんでかな。もう自分の中で普通で思っておりますのでね。はい、また。しょうがない。しょうがない。しょうがない。今日ずっと1回多いのはしょうがない。ずっと。もう1回だけやってきますか。もういい。あらがります。はい。中身、コーヒー、ブラックコーヒー、because it's a black black ghost のミュージックビデオ。いよいよラストスパートに突入しました。ひなとたけの部屋だ。泣きそうで泣いたい、さえないブラックブラックブラックゴースト。カラオケやん。やばい。もう10時になっちゃってるからみんなもカラオケ先生。はい。くるくるみんなも今できるでしょ。踊ってる。はい。わー。はい、ということで今回ブラックゴーストのミュージックビデオでなんとダンサーさんが2名出演してくださったんですけど、ナオさんとニキさんです。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メイクとかもめちゃくちゃ素敵素敵ゴーストっぽいメイクやって本当に素敵なダンスを一緒にやってくださったんですけど、今回のミュージックビデオのダンスのなんか見どころみたいなのがあったらぜひ教えてください。見どころはね、やっぱりカット数がね、そうだそうだ、すごいから、すごかった、うん、カット数で、ね、いっぱい覚えていただいて、でもなんかどのコマもね、すごい全部なんかモードだし、うん、かわいいし、子がファッションだし、うん、ね、確かにいろいろポージングとかもやったりしたから、うんね、うん、皆さんもぜひ一緒にぐるぐるしてぐるぐるブラックブラックブラックゴース一緒にやりましょう。やりましょう。ナオさん、ニキさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。私もまずタキと2人でミュージックビデオを撮るのが初めてだったから、それも本当に新鮮で楽しかったし、このブラックゴーストがドラマオセロっていうホラーのドラマに沿って結構ミュージックビデオも世界観すっごい作り込んで頑張って2人で撮ったので、皆さんぜひブラックゴーストとオセロたくさん楽しんでください。お願いします。以上です。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。